というか、なんというか。そっか、それじゃあ、相談っていうのはね、子供っぽくてちょっと恥ずかしいんだけど。私ね、バイト始めようと思ってるんだ。ほら、野球やめちゃったから。それでさっきいい感じのお店を見つけたの。渋谷のクレープ屋のバイト。相談っていうのはね、そのバイト先まで一緒に来てくれないかな。もしかして腕のことを心配してくれてるの？これ以上は良くならないんだって。でも痛みはなくなったし、生活に支障もないから。あとは私の気持ち次第ってところなの。だからそのもしも、もしも君がついてきてくれるならきっと大丈夫かなって。本当？ありがとう。すぐに準備するね。助かる。ちょうど二人で来てくれて。今日のシフトの子たちドフタキャンしちゃってさ。ごめんね、一緒に来てくれたせいで勘違いされちゃった。そう言ってくれると気が楽だよ。ありがとう。早速だけどクレープ作りよろしく。包むのは簡単、焼くのも慣れれば割とすぐだから。もしかして私たちが全部やる感じですか？教えるの苦手なんだよね。ああ、一応そこにマニュアルあるから。それにほら、今は動画で何でもわかるでしょ。わかんないことあったら自分で調べてよ。頑張ってー。嘘、丸投げ。とにかくマニュアルを。まず味のベースがあって、クリーム、和風、名前の通り作れば。チョコバナナクリームなら生クリームをベースにチョコソースをかけて、あとは生地の焼き方だけど、何度か動画で見たことあるし。やってみるしかない。手伝ってくれる？巻き方も完璧じゃん。クレープ作りやったことあったんだ？いえ、マニュアルと動画でなんとか。それに私、幼稚園の時はクレープ屋さんになるのが夢だったんで。へえ、そうだったんだ。夢が叶ってよかったじゃん。え？ですね、本当良かったです。じゃあ焼くのは二人に任せるから、よろしくね。はい、
任せてください。野球やり始めるよりずっと昔の夢なんだけどね。ちゃんと叶えられたってことで。すみません、注文いいですか？手伝いお願いできる？お疲れ様。トラブル全然なくてよかった。お客さんもいつもより多く回してくれたし、バイト代少し色つけておいたから今日はありがとね。以上に疲れたけど、人生初バイトやりきった。今日は本当にありがとう。急に付き合ってもらっちゃって。君が一緒にいてくれたからやりきれたんだと思う。この調子ならこれから先もやっていけそうな気がするよ。ありがとう。私アウェーの試合って苦手だったんだけどさ、私を応援してくれる人がいるって分かったらすぐ平気になっちゃうんだ。単純だよね。ねえ、君さえ良ければまた一緒にバイト行ってくれないかな。もちろんね、本当に時間がある時でいいの。全然断ってくれても構わなくて。どう？本当？本当に？やったやったやった！何時は我、それはすなわち破滅の延滞。我が何時らの欲望の共鳴にさらなる成長を求める。よし、次のバイトもやるぞ。バイト